ゆり子さんってさ、かっこいいよね。あいつやらしくんねえぞ。人生いろいろだから。そういう気分じゃないんだ。なんかこう、エロい匂いがするんだよね。え、女哲也、17歳。可愛いのはわかるけど、手出したら承知しないからね。何言ってるんですか。匂いをね、嗅ぎたかっただけなの。あの、昨日の頭の件なんですけど、続きやってもらってもいいですか。うまくできないの。そんなこと言ってよ、俺とやりたくねえだけだろ。俺の匂いって何なんだよ。こんなん気持ち悪いよ。なにこれ、嘘でしょ。あの、私、彼の汗とかそういった匂いに惹かれてしまってて、それで気がついたら会うようになってしまって。この変態が。勘違いしてんじゃないわよ。誰だっておかしいところなんてあるじゃない。